ブルブル絶好調足を上げてチンチン勝利のポーズだはい驚くほどに強いんだやった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 アンマンご注文のメリケンコです。はいよ。まあ、なんだと。へえ、へえち。まあ、ドクロベエ様。へえへえへえ。俺らは今日の命令を伝えるだべ。へえち。ドクロストーンの一つの行方が分かった。プジプトのスフィンクスの鼻の穴の中にある。あとは言わなくても分かるべ。へえ、クション。はい、あとは私たちが言っていただいてまいります。へへへへ成功を祈るべ。へえ、クシーと二人とも分かってるね。スカポンタン、誰が遊べって言ったんだよ。メカを作るための資金稼ぎですよ。ちょっと軽いけど、これでもケーキよ。さあ、あとはね、お飾りをつけましてとね、どうです、うん、この手抜きケーキ、材料ケチって大儲けなの。頭いい、うんうん、ほれ、はよ、どんどんやってえな。おかしいなあ、これだけ探してもドクロストのことは出てないよ。ああ、私もう疲れちゃったわ。お茶でも飲んで一息入れようか。僕ケーキでも買ってくれよ。お願いします。ほんとに仕方よ、ゴラッキーはもうこんなちょっと考えなかったの。そんな、さっき褒めたくせに学んでも。もういいからメカを発信させるんだ。アイちゃん、ドロンボー一味だ。本当なの？やつらきっとまた何か企んでるんだ。しばらく様子を探ってみるよ。気をつけてね。何かあったらすぐ連絡する。うわぁ、
ドロンジュ様、このメカまだ未完成ですよ。我が銭稼ぐのを待ってたらこちらがあかんさかいな。どんずら分かってるね。まあ差別してる。さあプジプトのスフィンクスに向かってスポーあらほら先生。ヤタマン出動だ。ドロンジョ一味はプジプトのスフィンクスへ向かった。やったこのスフィンクス鼻が欠けてる。本当だ、鼻が欠けた。どうしたんだろうね。これじゃドクロストンとかじゃないよ。鼻の中にあるんだからさ。あのもしかしたら病気かなんかになって欠けたんじゃないかしら。どんくさ、くしゃみした時吹き飛ばされた。いや。スカポンタン、お前たち相手にしてると本当に疲れるよ。次のシャンバーグをはるはる叩きたもんだい。とお客さん、ラクダはどうだ。同じ見物するんでも気分が楽だ。それよりもさ、このスフィンクスの鼻どうして欠けてんだよね。ああ昔バカな兵隊がいてら大砲の的にしたんだ。それで欠けた石は。はて、昔のことら、噂じゃ町に住むハッサンとかいうもんが拾って蹴って家を作るのに使ったと言うんだ。ハッサン、ハッサンだね。こんなに探しても見つからないなんてさ。へえ、何分昔のことでおますから。でもその子孫はいるわよ。お山旅のお方、プジプトのお土産はいかがで。ピラミッドで見つかった猿のミイラにツタンカーメンのダイヤ、何でも取り揃えてあるよ。インチキ土産物やかい。でもスフィンクスの花なんてないわよね。スフィンクスの花ありますよ。お花でしょ。本当にあるのかい。でも今ちょっと店に置いてないで。はぁ、でも手に入るんだろ。いや、そりゃもう。よし、買った。毎度あり。やった。やよ。本当にスフィンクスの花があったらさ、いただいちまうんだよ。いいね。いやだ、もうこれ以上インチキな土産物なんか作れるか。まあまあ、猿のミイラやツタンカーメンのダイヤを作ったようにやればいいんだ。
相手はどうせ観光客インチキかどうか分かりゃしない。お前がうんと言えばまたボロ儲けができるんだから。嫌だったら嫌だ、帰れ。ああそうかい。そんならお前がその手でインチキ土産をいろいろ作ってることをバラしていいんだね。あ、バラすならバラせ。ベニファルに行ったら何と言うかな。結婚する金もないんだろう。いいか、黙って欲しかったら私の言う通りにするんだ。いいね、ハッサン。ハッサン、さ、分かりゃいいのよ、ハッサン。なるほどね、ここが探し求めたハッサンの家だったのか。へへ、確かにハッサンって声が。よし、ケーキメカで引っ張るんだよ。ほらしゃっしゃ、ほらしゃっしゃ。おいよ。ハッサン、見て、今日はこれだけお水を売ったのよ。ベニファル、実は話があるんだ。待って、私もよ。今日ね、とっても素敵な花嫁衣装見つけたの。ハッサン、見て。ほら。でも、とても高そうなの。大丈夫だよ、ベニファル。きっと望みは叶うよ。だといいけど。叶うとも。幸せになろう、ね。ハッサン、ベニファル。さあ、ベニファル。僕はこれから仕事だ。また後で会おう。でも、私に話があったんでしょ。もういいんだ。そう、じゃあまた後でね。ベニファル、これが最後だ。これっきりだから勘弁してくれ。一味の匂いが残ってるぞ。頼むぞ、ヤッターワン。こうなりゃドロンジョたちの動きを探った方が手っ取り早いからね。わかったぞ、どうやらあそこらしいぞ。あ、あの道だ。ハッサミ、どこへ行きおったんや。ここでもない、ここでもない。締め上げて白状させるつもりだったのに。あ、やっぱり。よし、ドロボー、泥棒ですって。どこかしら。スカモンタ、あたしたちのことだよ。そうだいだい。でも、あみらにほら、ちょっと、あんま、たっハッサン。あなたたちはねえ、ハッサンはどこ。ハッサン、やっぱり、思った通りここはハッサンの家だったんだよ。ベニファル、僕は今までたくさんのインチキな土産物を作っていたんだ。今作ってるスフィンクスの花だって実はそうなんだ。スフィンクスの花って、あのスフィンクスの花のことかい。ええ、欲ババのお店に寄った3人組がこれを欲しいと言ったらしいんです。あ、きっとドロンジョたちよ。うん、さっきの泥棒たちのことよ。え、泥棒。これこそ驚異のケーキメカだよ。ヤッターマンがいる限りこの世に悪は栄えはしないのだ。うるせい、スフィンクスの花はいただきだよ。ソーリー、どうだ。あ、ペッ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 、さあ行くわよ、おいしいビスケシュリケンよん。ひょれほら、それ。Yeah!
今度は大きなケーキ手裏剣よ。それ。ケーキだ。なんかやら変わったような。ちょっとドロンちゃん様、裸になっちゃったよ。何やってんだよ、だらしないね。それ、飴玉爆弾発射。あらしゃっしゃ。ほらほら。ポチッと。裸にされそうですね。早くなんとかするんだよ。アリか。アリだ。アリ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 。いやー。あら。早く鼻をいただいて逃げるんだよ。覚えておいで、ヤッターマンどもめ。こうなったらドクロストーンをいただいて逃げるんだよ。やったおこれさえいただけばいいのさ。さ、穴の穴からドクロストーンを出すんだよ。このな、一つ。あら、これ何かしら、鼻くそかしら。それは私たちの飴玉爆弾だろ。じゃあちょっと知らずボタンを押しましたよ。なんだって、早く逃げるんだ。どうするんだ、どうするんだ、これは。じゃあそんなものを入れといたのか。そうでコロン、拾った飴玉爆弾、このぼっちが仕掛けておいたのコロンよ。やったわね、ぼっちゃま。じゃあ一応行くか。え、せーの、やったーやったーやったーワンやったーワン。また失敗だ、赤ポンタン。お仕置きラビやったんは、ありがとう。もうハッサンには辛い思いはさせないわ。これ私たちのプレゼントよ。幸せになってね。ええ、じゃあ、さよなら。さよなら。さよならのコロン。さよなら。さよなら。
やったーやったーマンやったーマン、ドクロストンのドクロをドロンボー一味に渡してはならないのだ。頑張れやったーやったーマン。ボッチたちはドロンボー一味を追って有名なフロダリービーチに行ったでころ、そこのガメガメ派大王がドクロストンの地図を持っているというのでころ、アマガサッパーメタル大王を狙うドロンボーたち、そうはさすりぞやったーマン、さあさあどうなるどうなる、次回やったーマンフロダリービーチの大王だころを見てころ。アッタマンは冴えてるよ、へいへいへい、アイデアバッチリよ、へいへいへい、欲しいよ欲しいよドクロストン、もうなんともないない。